こんばんは。6月7日火曜日午後10時30分を回りました。4号信号のやる、今日は第203回ですね。今夜もどうぞよろしくお願いします。今日はちょっとタイトルが調子がおかしいみたいなこと書いてますけど、パソコンなんですね。映像が固まったりする現象が、ここずっと続いているんで、昨日夜中にディスクのクリーンアップとディスクのデフラグを行ったんですけど、大丈夫かな？ちょっと今日はね、結構忙しかったので、明日はちょっと時間があるので、パソコンのメンテナンスをやってみたいなというふうに思っております。と、スマートフォンで Twitter のタイムラインを見ながら今日もお話をしたいと思います。今、パソコン教室を、小さいパソコン教室なんですけど、宮崎駅前にあります、駅前商店街の中の公民館で、毎週土曜日お昼2時間ぐらいやってるんですけど、まだ受講生がね、少ないので、ちょっとどんどん PR、PR はしてるんですね。受講生さんの中に、新聞の販売店の方がいらっしゃって、一応チラシを入れてもらってるんですけど、なかなかね、受講生が広がっていかないっていうところがあるんで、大変ですけどね。それ以外に、パソコンの個人レッスン、パソコンのコーチみたいなことをやっておりまして、今日がそのパソコンのレッスン日でした。家庭教師というかね、その方が、実務で、使ってらっしゃるんで、わからないところ、一週間に一回やってますんで、この一週間で、困ったこと、できないことを、僕が行ってコーチする、教えるということで、いわゆるパソコン教室のように、今日は、何ページの、こういった内容を勉強しますよ、というカリキュラムは決まってないんで、その方が困ってることを実務レベルで、作りたいことをね、その場でやるということで、やる課題解決型の、のレッスンをやってるんで、結構満足感というか、達成感というか、できなかったことができるという喜びを味わえるんでね。楽しくやっております。今日はね、メール関係をやったのかな。ちょっとメールがわかりませんということと、あと その方のご要望があって、料金プランのインターネット、携帯電話の料金プランの見直しとか、あと携帯電話でこういったサービスがありますよ、ご存知ですか？ということで、結構年配の方なんで、au さんを使ってるんですけど、au ワンメールのことを知りませんということで、パソコンも携帯も使ってらっしゃるんでね、だったらその au ワンメールも無料でサービスがございますから、使ってみませんか？ということで、ご案内をしました。あとはね、メールのことと、今日はワードで文章を作ったんですけど、ちょっと見てもらえますか？というレイアウトの、調整というか微調整をしてあげたりとかね、そういったことをやっております。割とパソコンはできる方で、本当、パソコン教室に通って、カリキュラム通りに学ぶというよりも、このようなパソコンレッスン、パソコンコーチングみたいな形でね、その方ができないことをサポートするというタイプの方が、いいかなと思ってます。ですんでね、そういったパソコンコーチみたいなやつをね、今後どんどん増やして、その方に応じた内容でね、勉強編に対応するような、
レッスンをどんどん増やしていきたいなと思っているんですかね。なかなか思うようにはいかないですね。まあ、料金が安いんでね。2時間で1600円あたりでやってますんでね。まあ、東京にはそういったパソコンレッスンみたいな、芸能人の方が忙しくてパソコン勉強できないので、個人講師みたいな形でパソコンを教える方がいらっしゃるということは、まあ、聞いてますんでね。そういったセレブ、VIP あたりにも教えてみたいなと思うんですけど、まあ、宮崎県はね、そんなセレブとか VIP な方はいませんし、ね。いればね、もう教えたいなと思ってますけどね。はい、ということで今日はパソコンレッスンを午前中2時間ほどやってまいりました。で、今日は目だけもずっと雨が降っておりまして、今日ですかね、新宮岳に関して火山噴火予知連絡会が情報を流してましたけど、まだこれからも噴火の可能性があるので、予断は許せないということを発表してました。そのね、メールがね、どん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 来るんですよ。一応、宮崎県の防災情報、メールシステムっていうのかな？があって、火事とか、あと、天気予報の注意報とか、警報とか、地震とか、そういうのが発令されたら、スマートフォンの方にメールが来るんですけど、今日はね、午後6時30分に発表された、気象庁の火山情報がですね、6時40分ぐらいにすぐ第一報が来たんですね。その後、同じ内容のメールが5通か6通来ましたね。ありゃ、またスマートフォン、ちょっと不具合が発生したのかなと思ったんですけど、でもメールの、発信時間を見ると、1分前、2分前、だったもんですから、ただ県の方が発送ミスをしたのかなということなんですけどね。まあ、割とそういった防災メール使えてますね。あと、県内ですから、都城あたりで起きた火事の情報とか、ああいったのも入ってくるんで、なんで都城まで登録したのかなと思ったら、新宮岳の関係で、都城と高原町の、防災メールも登録してるんですね。だから、どん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 来ます。これをね、昔公民館のパソコン教室で結構便利いいですよっていうふうに教えたら、後から自校生さんからクレーム来ました。うざいと、うるさいと。夜中にもメール来るし、注意報レベルで登録したら、どん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 メール来るので、先生、登録の解除をお願いしますっていうことで、次の日のパソコン教室では、解除の方法を勉強しましたけどね。でも、登録方法によっては、結構有効に使えるので、いいのかなと思ってます。あ、そうそうそう。また後でね、別に動画でご紹介しようかなと思ってたんですけど、ちょこっとだけ、Android 端末、アプリを紹介したいんですけど、以前からも話してますように、今月中旬以降、まあ、いつなるかわかりませんけど、東北の復興支援ボランティアに派遣される、要員として、まあ、準備しているんですけど、その前準備っていうかね、もういろんな情報を集めている中で、そういった災害関係で、有効なアプリはないのかなと思って探してました。昔、修理に持っていく前には、風、アットマーク、福島原発というタイトルの、アプリを入れてました。あとはですね、東日本大震災というアプリで、それは各避難所の、情報が Google マップに載ってたんですけど、現段階どんどん避難所が減っていってるという状況で、まあ、新しい情報にどん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 変わっていってるんでね、
またその東日本大震災というアプリも入れてみたいなと思ってます。で、最近新しく、インストールしたアプリがですね、これなんていう名前かな。ちょっとご紹介しますね。これですね。ちょっと見ますか。セーフエリアチェッカーということで、これ主にセーフエリア、福島第一原発関係の放射線の、線量の情報なんですね。これね、エリアマップというのがあって、こんな形で Google マップを利用して、福島第一原発を中心にしてね、どのくらいの放射線量があるのかということを表示する、内容になってます。もちろん、Google マップですので、拡大することも、できます。それと、自分が住んでる宮崎がですね、これ見えにくいと思うんですけど、上の方に、福島第一原発まで、千何キロかな。1073.7km。自分が住んでる宮崎市から福島第一原発までの距離を表示してくれてます。GPS とかを使って表示してくれるんですけれど、そういったエリアマップとかですね、放射線情報リストで、こういった放射線量の本日の情報がボンボンボーンと出てくるんですけど、福島県とか東北地方以外にも、鹿児島県とか東京都新宿区とか、自分が住んでる宮崎県宮崎市、これですね、あれあれ。ちょっと待って。これかな。なるほどね。宮崎市の放射線量、平常値ですよ、というような形で、今日現在の僕の住んでいる市内の放射線量を表すデータも入ってますんでね。結構ね、便利かなと思ってます。そんで、福島原発関係の、アプリは、このセーフエリアチェッカーを入れて持っていこうかなというふうに思ってます。あとは、ここに、同じこのセーフエリアチェッカーの中に、リンク集っていうのが、はっきり見えないね。ここかな？リンク集というのがあって、原発以外の震災関係の、サイトのリンクが結構貼ってますんでね、そこからタップして、例えば、助け合いジャパンとかいうのがあるんで、それを、タップすると、この助け合いジャパンの、ページに飛びますんでね。んで、このセーフエリアチェッカーでいろんな情報を、これね、ブラウザーが開いて、助け合いジャパンというところのサイトに行けるんでね、結構使えるのかなというふうに考えているところでございます。でね、結構、Android 端末のアプリで災害関係、震災関係のアプリがありますんでね、ボランティアに行く前に、そういったアプリを導入して、前もってね、いろんな情報を収集しておこうかなと考えているところでございます。あとはね、ホイッスルっていうのがあるんですね。ホイッスルアプリ。文字通り、この画面にホイッスルの絵があって、ボタンを押すと、ピーピーピーという音が鳴るんですね。あまり音は大きくないんですけれど、いざとなった場合に、呼吸ができなくて、ホイッスル、吹こうと思っても、なかなか吹けない場合に、このホイッスルアプリのボタンを押してね、代わりにピー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 言ってもらうということもできるんでね。まあ、ちょっとしたそういったアプリも入れておこうかなと思ってますけど、何せこのレグザホン IS01 というのは Android 2.1でアプリをですね、SD カードの方に保存ができないというのが難点で、今結構アプリを使っていて、メモリーがですね、
52%、56個のアプリを導入していて、まあ、52%を使っているんでね、まあ半分ちょっとなんで、まだ余裕はあるんですけど、できたらね、早く 2.2 にメジャーアップデートをしてもらって、SD カードにアプリが入ればね、様々なアプリを使うことができるのかなと思ってます。その、IS04。ちょっとね、最近調子が良かったんですけど、今日またいつもの、02メール受信しましたという表示。その後、新着で確認したら、いつメール来ましたんでね、特に大きなトラブルはなかったんですけど、その後、また不具合が起きたのが、勝手に再起動すると。これツイッターとかで結構今日何回も勝手に再起動しましたっていうツイートがあるんですけど、そういうのがあるんだと思ったんですけど、僕にもその勝手に再起動っていう現象が現れて、あらあらーってまた4度目の入院があるのかなと思ってるんですよね。実は今日火曜日、au の157の上席責任者の方からお電話がありますということで、ずっと待っていたんですけど、もうお電話なかったんでね、また明日以降お電話があるのかなと思うんですけど、どういった内容のお電話かなということで、僕もね、逆に切り返して聞きたいなということが、ツイッターとかネットの方で、6月10日に、Android 2.2 へのメジャーアップデートが行われますという情報があるんですけど、まあ明日はほら、IP アドレスがもうなくなってきてるので、新しい IP アドレスのシステム、IPv6 の実験があるということで、多分メジャーアップデートがもしあるんであれば、9日、10日、ぐらいだろうなぁとは思っているんですけど、一応噂というかね、中には au157 のオペレーターさんから聞いてますというような情報もあるんですけど、まだ噂でしかないかなという気はしてるんでね、今日、au さんからお電話があれば、そのことも聞いてみようかなと思ったんですよね。もしかすると、現在起きてる不具合が、そのアップデートによって解消されるんであればね、別に修理に持っていく必要もないのでね、そのあたりまた明日以降お電話があったら、確認してみたいと思います。まあね、前回に比べるとそんなに頻繁に不具合が起きることはないのでね、まあ調子がいいので、まあ自分としてはもう4回目の入院はやめたいなっていうようなことを考えてはいるんですけどね。ツイッターのタイムラインを確認します。はい、今日は特に、放送に関するツイートはございませんが、さっきちょっとツイッターでつぶやいたんですけど、なんか、これ言っていいのか悪いのかわかりませんけど、なかなかね、難しいですよね。何があって、言うのやめようかな。このインターネット、なんか九州電力のビビックを使ってるんですね。で、そのことをある時に、ある方にお話をしたんですね。私、九州電力のビビックを使ってますよ。とても調子いいですよっていうような話をしたんですけど、九州電力を使ってらっしゃるんですか、原発を抱えているっていうふうに言われたんですけど、原発があるっていうのと、インターネットのビビックのサービス、同じ九州電力グループではありますけど、なんか、あなたは原発推進派だったの？というような形で、惹かれたので、そんな九州電力だからといってね、
すべて原発があるからすべて悪いというわけでもなく、宮殿があるから電気が使えてるわけであってね。まあ、十把一からげで宮殿が悪いっていうふうに捉えちゃうのはどうなのかなと思ってですね。ちょっとその、お話をするのも方言で言えば、うだきいなと思ったんですね。だから、そのあたりの感覚、というところが、なんかつかめないというか、難しいなという気がしましたんでね。逆に、あまり僕の方から不用意なことを言うのも、いけないのかなと思ってですね。となんか、福島第一原発の事故以降、言葉をうまく選んで話さないと、逆に自分の方にブーメランとして返ってくるような、なんかなんで発言する方が気を使わないといけないの?っていうような感じがありますね。にわか反原発派とかね、活動してますよっていう割には、どこで何やってるのかわからないような団体さんもいますしね。僕も反原発、脱原発で動いていますけれど、まあ個人で動いているんでね、団体として動いてませんので、まあ僕個人の動きはなかなか見えないかと思うんですけど、なんか十把一からげで原発があるから悪いっていうような言い方っていうのはね、ちょっと考え直してほしいなっていうのと、僕もそんな不用意に話をするのは控えた方がいいのかなと思いましたけどね。なかなかその言霊、言葉選びっていうのがなんか難しい、やりにくいなという状況ではありますね。だから6月11日に全国で100万人規模の反原発、脱原発のアクションを起こしますということで、例の自由報道協会あたりが動いているんですけど、それに乗っかって宮崎でも何かやってくれっていうようなことで、その話があったんですけどね。まあ、担当の話を聞いたら、やらせっぽいようなことを言ってましたんで、言われましたよ。大谷さんって、その日、パソコン教室が、音声が途切れますね。6月11日、土曜日、パソコン教室があるんですか?だってそのパソコン教室をどうにかなりませんか?って言うんですよ。パソコン教室は僕の仕事なんで、仕事を休むわけにはいきませんよ。11日せっかく日本各地で脱原発、反原発の、アクションがあるんですよ。って。その日ぐらいパソコン教室を休んで、ユーストリームで中継してもらえませんか?って言われたんで、そこまでしてやるっていうことですよね。だからそこのあたりが結構ね、難しいというか、僕以外でもユーストリーム中継できる人間っていうのはいるんでね、他の方に当たればいいのかなと思って一応お断りはしたんですけどね。にわかなんとかっていう活動でも構わないと思うんですけれど、なんかうまくね、人間関係を作っていきながらやっていかないと、仕事を休んでまで受講生にね、影響を与えてまで参加することは僕はできないなと思いました。はい。ということですね。まあ、調子が悪いのはパソコンだけじゃなくて、僕もね、中途半端に眠るんで、なんか中途半端に調子が悪いんですよね。だからちょっと、体調というか、生活を早く寝て早く起きるという生活パターンに変えていかないと、東北での復興ボランティアでは、2週間体が持たないかなっていう気はしてますんでね。そろそろ早く寝て早く起きるというちょっと習慣。でもね、
最近ね、7時には起きてます。というか、この04のタイマー。中にはそのタイマーが使えないという方もいらっしゃるんですけど、僕のは結構タイマーアプリは動いてるんで、7時にセットしてるんですけど、そのタイマーで結構起きてるんで、朝は早いんですよ。夜がね、2時、3時まで起きてるんで、睡眠時間、4、5時間なんですね。ですんで、夜寝る時間をちょっと早くしたいなというふうに思ってます。昔、認知行動療法という療法をやってました。それ何するかというと、自分の24時間の時間をですね、起きる時間から逆算をして、生活設計をしましょうということで、7時に起きるんであれば、最低6時間は寝ましょうということで、午前0時あたりにはもう寝ましょうということで、どん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 逆算していって、1日の生活のパターンを作るという、自分で認知しながら行動しましょうという療法を、1年間やったことがあるんですね。結構それ有効でしたね。ですので、そういった認知行動療法をまた復活させて、ちゃんとした生活を送ろうかなとも考えているところでございます。はい。ということで、今日ちょっと、ツイッターの方で、放送に関するご質問とか、情報とかはありませんので。何でも良いので、もしご質問とかね、こういったことを話してもらえませんかっていうのがありましたら、ツイッターの方で、つぶやいていただければ、スマートフォンで拾っていきますんでね、お話をすることができるかと思います。はい。200回、今日で203回なんですけど、ほとんど一人語りで、バーっと自分勝手に話をしてるんですけどね。ちょっと、パターンを変えて、お話もできればいいのかなと思うんですけど、才能がありませんからね。こういったパターンで、これからも放送を続けていきたいと思います。東北に行くことが決まったら、東北の宿泊所拠点から、放送することになるかと思いますんで、インターネットが使えるのか、スマートフォンで放送するのかっていうこともね、考えないといけないので、今後、忙しくなるかもしれません。ということで。あまりね、市民メディアと言ってる割には、個人的なことばっかり話をしてるので、たまには客観的なコメントを入れたり、ニュースや政治に突っ込みを入れたり、そういったこともお話をしてみたいと思いますが、今日はこの付近で終わりにしたいと思います。また明日も、お暇でしたら、お時間がございましたら、4、5、5な夜、どうぞご視聴をよろしくお願いします。それじゃ、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。また明日もどうぞよろしくお願いします。